さあ続きやっていきましょう。前回はクッパ城になんとね乗り込みまして、クッパ城の真ん中ぐらいまで来たって感じかな。今回はこれなんですか？ここカジオ様の城。お前たち侵入者通さない？え？お前クッパの僕はちゃうんか？早速戦闘なんだが。ちょっと待って。追いつかない。亀沢の、はいはい、早速戦闘になりましたね。今回でクッパ城の、続きからやっていきたいと思うんですが、いやマジか、いいところでじゃあ前回は区切ったね。せーの、はい、キーウィウキー、あの時の赤ん坊、あ、何それ、え、あれかな、あのなんだっけ、ヨッシーアイランドだっけ、それのパロディかなんかなのかな、どっちがでも先に出たやつなのかわかんないけど強くない、ちょっと待って、やばくないこれ、大丈夫か。クッパはドリルクローで削っていく。え、クッパ見てもね、おじけ出さないから、そっか、なんか別にクッパと味方ってわけじゃないのかこれ。カメザードの、赤いやつですね今回ね。うわ、早速戦闘か。そんな心積もりじゃなかったんだが、ヨッシーじゃないそれ、誰、はい、魔法をかけて、誰、ハズレじゃん。何ハズレって、あ、ジャッキーはやばくない、ジャッキーはやばくない、え、やばくないそれ、え、偽ジャッキー、ちょっと待って、 HP どんぐらいあんのこれ、はい、189、あ、結構でも食らうねジャッキーに、と比べてね、はい、21、 OKOKOK、 ドリルクローで食らっていく。こいつ物理しかしないからとりあえずね、あ、余裕だったね。回復シャワーでとりあえずマロを回復させていきます。こいつがね唯一の回復キャラなんで、うちのパーティーにね、はい、ジードとピッチャーはねちょっと強いんでね、今回使っておりません。ある意味マロ縛りという感じでやっておりますが、はい、結構食らうね。いやー、回復薬がねマロっていうのが結構きついよね、何回も言ってるけどね。さあそろそろカメザード死んでくれて困るんだけど、うーん、とりあえずマリオ回復していくか。回復シャワーしかね回復要素がないんでね、スペシャルでもね、キノコとかももっと持てればいいんだけどね、ちょっとね、棒、なんだろう、アイテム圧迫してるから結構きついというとこですね。さあ今度ライオでいきますか。ハズレでまたニセジャッキーかな、はい、ニセジャッキーですね。ちょっとじゃあ何考えてるの見ていこうか。ニセジャッキー結構ね攻撃食らうしね、はい、ジャッキーラーシってことで、はい、ああダメだ全然。どこがハイやねんっていうね。はい、ジャス化ができない。ニセジャッキー何考えてんの、じゃあ、はい、ニセジャッキー、俺が本物よ。おいおいおい。オッケー。で、カメザード、これ、そろそろじゃないか、さすがに。どう？まだ？オッケー、倒していく。あ、よかった、前回セーブして割っといてね。はい。ここ、セットになってたんだね。経験値コイン10ということで、結構しょぼいですね。はい。あれ？色が消えてって？あ、あー、カメザードということで、あれか、乗っ取られてた的な感じ？おやよクッパ様、おはようございます。私一人でどうにか城までたどり着いたのですが、どうやら魔法をかけられてしまい、このカメザードすごくない、一人でクッパ城行ったんか、強っ、クッパよりすげえじゃん。今まで何をしてたのか全く覚えていません、何か失礼なことを、あ、怒るかクッパ、どうすんだこれ、もう良い。赤かった時のことは全て水に流す、しかしお前も大事なクッパ軍団の一員だ、 ここで会えたのは心強いぞ、ありがとうございます。見れば、なんと、ん？なんとマリオをはじめ頼りになりそうな部下たちですな。ここは私もお手伝いさせてもらいましょう。最近覚えた魔法でございます。何？むむむ。ただより高いものも、は、なし。この宝箱は永遠にコインが出続ける魔法の宝箱でございます。コイン取ることやった。ちょっと押してみる。はい。魔法で回復してくれるって、やばくねこいつ。めっちゃいいの手に入れた。はい、コイン、コインってことで。963ですよね、今ね。はあ、なるほどね。この福袋っていうアイテムがね、戦闘中になんか1コインだけ出してくれみたいなアイテムなんですけど、もう完全に用なしですね。てか使ったことないけどね。はい、これで回復していく。やった、ここめっちゃいいとこじゃん。一回セーブ、一回セーブ、一回セーブ。あ、黒子いたし、今。はい、一回セーブしていく。いや、アイテムが結構ね、圧迫してるんだよな。アイテム拡張みたいのがね、もしリメイク出るんだったらね、作ってほしいよね。持てるアイテムは結構限られてるんでね。まあでもリメイクできないかな、これスクエアが作ってるゲームだもんね。はい。ということで、クロコがいますね。はい。うん、どうしました？またミーのお宝欲しいのですか？ということで、さっきよりいいものをもらえませんか？スターマントヒールシール、なんか良さそうなアイテム売ってますね。はい。ヒーローなんとかって、あ、強そう。15巻っぽいね。買っていきましょう。はい。ヒーロー系を買って、
してって、で、アイテムで、この福袋もいらない、言っていきましょう。999コインということで。これで装備は？そうだね、上がってきますね。オッケーオッケー。あー、クッパもしかして？バッチーパンツ、防御が115から124、攻撃が197、10下がんのか。どっちがいいんかな。とりあえず持っとくか、これ。はい、マロはプリンスパンツ、ジーノはスターマント、ピーチは、ヒマンパタコーラ違うね、プリンセスドレスということで。ヒマンパタコーラはね、ちょっとね、場合によっちゃ使っていこうかなって感じですね。はい、すごいね、装備も結構増えてきましたが、特にね、売るもんがもうないんだよね、あんまりね。これ、ロイヤルシルプ4つ持ってるでしょ、復活のリンクいっぱい持ってる。レッドヨシエキスソースを使っていきたいね。コンペイトはちょっとね、ボスで取っておきたい。氷玉、火炎玉も一応取っておきたいね。いや、ブリリアントカードもいらないか、さすがに。これもいらないよな、スターの卵な。確定でね、100ダメージ与えるんですけど、あんまりなんか使える気がしないんだが、まあ、とりあえず持っとこうか。一回でセーブしてやり直していきましょう。お、黒子どうした？アディアスアミーゴ。え、なに？もういなくなっちゃうの？はい。おるやん。さあ、じゃあ続きやっていきましょう。カメザードね、倒しました。こっちなんですか？ということで。あー、ドッスンが落ちてくるパティンね。はいはいはい。これタイミングよく、こういけば、食らうことなくいけます。オッケー。なにそれ。あ、こいつは？ズドンマーク2号か。1号どこにいるんだろうな。1号見たことないんだよな。ほい、この後は、これそういうことか。ドスンであれか、攻撃封じられるから、こいつ食らっちゃうってことか。オッケーオッケーオッケー。でも逃げ出せば逃げられます。逃げまられますね。オッケーオッケー。おっと、避けて、避けて、避けて、で、端っこから行けば特に問題ねえんじゃねえかと思うんだが、ないですね。はい。これ上登りたりしないのかな？もうドスンから上登れるとかそういうことないかな？あ、ダメか。はい。なんか行けそうな雰囲気あるよね、でもね。どっかないのか？ブロックとかね。なんか特に上に行ける感じでもなかったんで、じゃあ先進んでいきましょうか。はい。これは、これはクッパ城の一番最初に戦ったところですね。はい。戦闘の予感。多分あった気がするんだよ、戦闘ね、ここ。どうですか？あ、なかったわ。気のせいだった。うわぁ。エイポーが釣ってる。ブーム、そっちがマリオじゃな。ここまでたどり着けと恐れ入った。拙者出番がないと思っておったぞ。カブトムシですね。おお、威勢がいいな。しかし、ここで上は行かせぬ。拙者、過剰軍団、親衛隊長、ブーマーなり、いざ勝負。はあ、武器軍団ですね、こいつもね。これさ、あ、ブーマーしか攻撃できないんか。またシャンデリア殺すかと思ったら。違うんだね。じゃあ、やっていきましょうか。はい。さあ、マリオと、キッパーを殴っていきます。マロで、おー、よれてマロを切らないで、はい。マロで何考えてるのをしていく。さあ、ブーマー、ちゃんと、オッケー。1811、もはや語るまい。かっこいい。かっこいい。武士がいるぞ、ここに。さあ、どんぐらい食らうかな？なんか、重いな。はい、画面が重いんですが、あ、サブズもそんな強くないね。オッケーオッケー。雪やコンコ、キラキラ落としてやってみるか。キラキラ落としてやっていきましょう。はい。2、3、4、5、6、7、8、9、10。いつやかなんか15、6回できたから、あれちょっと上手かったんかな、じゃあ。自画自賛。はい、オッケーオッケー。クッパとマリオで殴ってって、マロは、いやー、キラキラ落としちょっと演出長いからな。あ、なんかコンジャップみたいなしたね。電撃ビリリーとかで、これもう一回何考えてんの、下のがある。はい、ブーマー。青いブーマーちゃんは何考えてるの。もはや語る場合変わんねえか。955ね。オッケーオッケー。はい、結構食らない。あれ、さっきよりダメージ入るじゃん、結構。154。はい、ストームミス。こいつの強さがいまいちわかんねえな。電撃ビリリーでどのぐらい食らうかな。はい。あー、電撃ビリリはさすがに弱いか。さあ、マリオのヒマンパタコーラが200とか300とかね、結構いいダメージで与えてるんですが、いいね。これあと4本ぐらいじゃないか。ブーマーそんな強くない、強くない、これ。雷ドッカンどうですか。はい。電撃ビリリは33だったんですけど、雷ドッカンは
90。あ、終わった。え、弱くね？ぬぅ、バカな。拙者がこんなひよっこに負けるというのか。カジオ様の野望達成を 目の前にして倒れているのか。グフ、ゴホ、ゴホ、ガハ、持病の尺が。はい。情けは無用じゃ。拙者も武士の端くれ。散り際は心を得ておるわ。チャンデリホ殿、落としてくだされ。あう、あう、あう。さらばだ、魔皇たちよ。ブーマーちゃん。かわいそうなブーマーちゃん。でも大丈夫。あなたは丈夫だから落ちても平気よ。あ、死なねえんだ。そんな落ち。さあ、マリオちゃん。今からあなたたちを最上階まで導くよ。所定の場所にさっさと移動して。何？あ、これあれじゃなかった？あ、しまった。俺 G のここは戦闘しようと思ったけど、まあ、いっか。楽しそうだし、いっか。はい、ブーマーちゃん倒しまして。いや、懐かしいね。これ、ワイン川下りのね、音楽ですね。はい。スピードアップだーということでね。思い出すね。これ最初のね、マリオとね、クッパがね、ピーチを巡って戦った場所ですよ。はい。このシャンデリアをね、登ってってね、ピーチがくぐりつけられて、マリオとね、クッパの決戦になったところでございますが。そうそう、最上階到着しまーす。衝撃に備えてシートベルトを？おやや？このシャンデリ号にそんなものはなかったのだー。ドン。はい、いいオチがついたところで。そう、そうだよね。こいつとの対戦でね、上の剣のところがね、G のカッターが効くんで確かね。まあそれはね、いつかどっかでお見せするとして、カリバーは目のバリアに守られているということで、こいつはカリバーって言うんですね。さあ、じゃあカリバー戦やっていきましょう。口、右目、左目ということで。これどうやって倒すんだっけ覚えてねえな。カリバースーパージャンプ無理か。これね、G のカッターで一発で倒せるっていうね、なんかあったんですよ。私やってみたかったんですけど、また今度の機会でやっていきたいと思いますが、あれか。鼻とかじゃなくて目とか口とかを倒さないと多分倒せないかな。じゃあ早速まずは雪やコンコや電撃ビリーでどのぐらいくらいかありますね。やってみましょう。はい。あー、口しか食らわないか。さあ、結構長期戦が予想されますね、今回ね。ほい。ライトサービル65、結構食らうね。さあ、じゃあマリオの肥満パトコールで、まずじゃあ右目左目からいこうか。ほい。左目は266、結構食らうね。痛い。クッパもじゃあドリルクローで。左目は、あ、もう潰れた。弱いね。左目。はい。カチカチン。口強そう。ほっ。攻撃ミスミス58ということで。マルは回復シャワーでクッパを回復させて、目のバリアに守られてるって言ってたから、目のバリアがこれで消えたんかな。これでカリバーで攻撃入るかやってみようか。はい、肥満パタコーラでいきたいんですが、爆発。右目厄介だな。左目厄介だな。違う、右目だ。ややこしい。さあ、これで攻撃が入りますね。オッケー、264。ちょっと何考えてるのもやっていきたいですね、これね。カリバーにね。はい、口。コロナ。コロナ？何それ？そんな恐ろしいこの時代にね。はい、当時は意図してなかったんだろうけど、うわ、結構食らうね。ケロケロドリンク使うか、これ。一旦ね、何考えてるのをカリバーにやっていきたいと思います。はい。カリバーちゃん、何考えてるの？押せないな。1376。これなんかさ、ボスになるとすげえ遅くなっちゃうんだよね。何考えてるのも好きだよね。そういう仕様なんかな。ちょっとセリフが読みたかったんだが、一旦こいつはね、ケロケロドリンクで全回復していくとして、はい、ケロケロっていく。で、クッパはいやー、まあ本体だよな。カリバーやっていくか。 OK。 154。結構大変だね、これね。さ、じゃあマロでもう一回何考えてるのチャレンジいきましょうか。はい、ちょっと遅いんですがタイミング合わせて。難しくね。くっそ、できるかな。何考えてんの。一体コンペット使うか。はい、これで確定200ダメージを入れてって、もう一回使えるかな。もう一回使っていこうか。はい、ここに来てコンペットを対応していくスタイルね。はい、当てが出たのにもう一個いいね。炎の壁。うわー、これで待って、マリオとかクッパが死なないことを祈りつつったんですが、オッケー。マロで一旦クッパを回復させて、火炎玉も使っちゃうか、この辺ね。この辺もなんか出し惜しみしてもしょうがないんで、もうアイテムゴリゴリ使ってこうね。カリバー戦なんでね。はい。
さあ、ジーノがいればということで、ダイヤモンド買った。これマロに来い、マロに。マロだったら全然いい。クッパかーい。クッパはやばいんだって。目のマリアに守られている。なので、火炎玉で全体攻撃していこうか、今度はね。はい、ドーンということで、結構強いね。当たり出た。当たりが出ていきます。じゃあ、クッパで、カリバーを攻撃しつつ、なんか動作が重いのはあれか、パソコンのせいかな、これ。カチカチン。カチカチン強いんだよね。うわー、クッパ倒れてった。一旦回復シャワーでマリオを回復させて、ちょっと体勢立て直しましょうね、これね。はい。ね、いつだかブリリアントカードを使ってね、いったカジノで、100回ね、あっち向いてこいで勝つというで、苦行を成し遂げた、この私がね、持ってるこのスターの卵、これがね、100ダメージ食らうんですよ、規定で。コンピューターよりこっちはいいか。コスパ的にはこっちはいいんだよね。すげえ演出に時間かかるけどね。はい。はいはいはい。で、スズメが行って、100ダメージということで。どうなんですか。あんまりやな。いや、結構強いし、みんな出ちゃった。やば。やば、これやばくない？一気に全滅の危機なんだが、口やばいな。コロナ来た。はい。マロに当たってくれ、マロに。マロに当たるなら全然いい。ほい。マリオも、いや、死にそう、これ。1か。ちょっと待って、やばいな。復活ドリンクでクッパを復活させていく。いや、ボスだね、ここ。せめてピーチがいれば。それを言ったらおしめようって。はい。泥水でクッパはまずいんだよな。オッケー、ミスしていく。マリオ回復させたいとこなんだけど、どうする？氷玉使ってことで一回。はい。140か。火炎のが強いんかな、これ。マロは回復シャワーでマリオ回復させていく。何考えてんの見たいんだけどね。なかなか難しいんだよね。合わせるのか。はい。オッケー。さあ、なんとか体勢を立て直したと思いきやダイヤモンド買ったか。クッパ以外ね。だからなんでクッパなの毎回。クッパはまずいんだって。どうしようかな。左に倒すことですね。はい。これで倒れてくれたね。オッケーオッケーオッケー。目のバリア消えていきます。で、カリバーに攻撃していく。地味だけど少しずつ攻撃入れていかなきゃね。で、マロで、カリバー何考えてんの？そろそろ決めたい。むずくね？上見えねえからさ、押せないんだよね。いやー、ちょっと どっかから画像拾ってくるか、これ。くっそ。できねえからね、ちょっとね、調べていきたいと思います。しょうがない、これ倒すしかないね、もうね。結構まずいもんね、もうね。せっかくだからここで、初めてクッパのメカクッパブレス見てきますか。はい。今じゃないだろうって感じだけどね。こんな感じでございます。はい。あんまり強くない、やっぱりね。さあ、マロは回復シャワーでクッパを回復させます。いやー、これケロケロドリンクなかったら落ちたね、結構ね。なんとかいけそうですね、今回ね。はい。ほんで、電撃。まあ、単体ならいいでしょうと思ったけど、クッパ45か。まあ、悪くはないね。オッケーオッケーオッケー。で、マリオで、カリバーかな？ほい。まだか。あ、来た来た終わった？やったーやっと終わったぜ。で、はい、カリバーの口に吸い込まれていきます。いやー、なんとかね、タイトルにいたあの剣を倒すことができました。経験値34ということで、もうちょっとくれてもいいんじゃないの？いやー、長かった、ここまでね。ちょっとね、カリバーと、あとね、前回のあれだよね、オノーレンジャーのオノーフォースのね、セリフはまたね、編集かなんかで入れていきたいと思いますが、どうやらカリバーとは君たちの世界と、あいつらの武器たちの世界を結ぶ通路になっているようだな。ということは、ここを進んでいけば武器たちの親玉、カジオには会えるってわけだ。さあ行こうか、ということで。いよいよね、ラスボスっぽい雰囲気してきましたよ。はい。長かったね、ここまでね。ちょっと待て。我が輩はあの剣さえいなくなってしまえばそれでいいのだ。これ以上スターピース集めるとかいう道楽で付き合っている暇はないのだ。あ、ここに来てクッパ。もうお前たちとのザレ合い、ザレ合い慣れ合いじゃなくて、これまでだ。我が輩はクッパ軍団を集めて城を修理せねばならん。俺マリオ、お前もクッパ軍団の一員となったからには我が輩の城の修理を手伝うのだ。おいおいクッパ君、君は勘違いしているよ。なぬ。我が輩のこの賢い四つ目にケチをつけるのか。よく考えてみてくれよ。この剣が君たちの世界と武器たちの世界をつなぐ通路になっている。このことは分かっているよな。そうだよね。クッパ城が出入り口になっちゃうもんな。当たり前だ。ってことはだな。たとえこのカリバーを倒したといっても、ここを通って、また後から武器たちが君たちの世界にやってくるということなんだぜ。
当然君のお城はその出入り口にあるわけだから、武器たちがどんどん君の城を通り過ぎていくわけだ、これだ。ということで、それでもいいのかい？てん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 。てん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 。我が輩の城が通り道。我が輩のプライバシーはない。そこ？プライバシーの問題な？まずい、困った、どうしよう。しかし今更行くといえば我が輩のメンツ丸つぶれ。どうしたもんだ。結構メンツ気にするよね、クッパね。まあ男にとって大事だけどね、この辺はね。おお、そうだ。我がクッパ軍団に敗北の文字はない。だから我が輩に逆らったカジオとやらは懲らしめばならん。さあマリオ、カジオとやらをとっちめに行くぞ、ということでね。無理やりまたついてきましたね。さすが我が輩うまくごまかしたぞ。めでたく意見の一致も見たようだし、行くとするか、ということでね。G の大人ですね。さあ、これで、武器の世界に来ましたね。ラストダンジョンでございますね。はい、ということで、はい、その前に一旦ね、戻っていきたいんですが、これね、クッパ城から戻れたり、あ、するんだね、オッケーオッケーオッケー。あ、世界繋がった、すげえ。これクッパ城の見える丘どうなってんの、じゃあ。はい。あ、ここは通れないんだ。通れないけど、マップ上は通れることになってるんだね。はい、あんまりね、この中に入ってから持ってくることでそんな多くなかったんだね。じゃあ一回マリノ行くか、とりあえずね。いやー、落ち着くんでね。回復とかは特にしなくても大丈夫そうだけど、なんとなく出てこうね。はいはいはい。さあ、マリオの家にね、5人揃って1つのベッドに寝ますということで、どんな状況？さあ、時間的にはもうちょっとあるんで、もうちょっとあるから、あれだね、カリバー一発で倒すバージョンも見たいね。ちょっとこれセーブ別枠に作ってやっていこうか。よし、目のバリアが消えました。戻ってきましたよ。さあ、ここでコロナはいいですよ。ちょっと待って。もういい。コロナはいいって。リアルとものもいいって、コロナはもう。はい。で、何考えてんの？リベンジいきます。これ、なかなかタイミングむずいんだけどね。押せないな、やっぱり。むずいな。俺が下手なのだけなのかな。はい。で、Gのカッター、食らうかな？やってみましょうか。はい、来たこれがやりたかっただけ。さあ、セーブデータ申していきましょうか。こうやってね、G だと一発で倒せるということですね。何考えてるのはちょっとね、ネットかなんか調べてまたテロップでも出しておきます。いやー、気持ちいい。さあ、ところ変わって、ドゥカティに戻ってきました。ドゥカティなのか、ドゥカティなのか分かんないね、未だにね。どこかでね、花火が買えるんですよ。この、ゲームである意味、ある意味ね、大事なアイテムなんですけど、花火か、まず花火探そうか。来た！商品ナンバー3、取っ手付き、丸い鉄の板、取っ手の付いた、丸い鉄の板だぜ、何ですかさ、カッパプリアゼゼゼゼゼ、ということで、これ確かフライパンじゃなかったっけ？はい、今あるものはこれでおしまいということで、これは、違ったっけ？そうだよね。はい、来た！ピーチの最強装備。フライパンはね、まさかのドゥカティの掘り出し物で買えるということで、さあ、超ビータグロップを取ってみないですね。オッケー、フライパンをつけていきます。はい、ピーチの最強武器、ここでゲットできます。ドゥカティのアイテムやということで。じゃなくて、俺は花火探してんだよな。あれ？お、ここが花火、はい。どうだ、俺の作った花火、1つ500コインだよってことでね。これね、買ったところでね、なんだと思うんですが、最後にね、役に立つということで。あ、それよりあれか、まず花火と交換でしょって言ってたから、ピカピカでしか買えるのかな、これで。花火と、はい。花火と交換だっけ、これ。オッケーオッケー、交換します。イエーイ。これも大事なんだけど、まだ買えるの、ピカピカだし。売り切りかい。さあ、というわけでね、ピーチの最強武器を手に入れました。花火買いました。ピカピカ石を手に入れました。あとね、カリバーをね、陣のカッターで倒すというのもね、ちょっと見せたと思います。さあ、いよいよね、武器の世界ということで、ちょっと今日全部いけるかわかんないけどね、いけるところに行きましょうか。はい、まずね、当然のようにネジに乗っていくんですが、落ちていく。いや、覚えてるよ、これ。小学校で結構やったからね。はい、このネジをね、ぐるぐる回して進んでいくんですよ、まず。はい。はい。ちょっと微妙なね、微調整がいるんでね。難しいね。クッパー城で私これ苦手だったんで行きました。オッケー。でもお城スリングつけてた気がするんだけど、特になってはくれないのかな。なんか最後ね、もう一個でクッパー城にどっかにあるって言ってたんだけど、ここじゃねえのかな。なんかセーブポイントの近くにあるみたいなことを聞いたんだけど、ここではなさそうだね。オッケー、セーブしていきましょう。とりあえずね。さあ、武器工場ということで最終ステージ来ました。やっていきましょう。さあ、この奥は何がありますか。はい。なんかいる。強そうなのがいる。あれか、クッパ城でいた、なんとか霊峰だね。はい、落ちちゃった。下手くそ。
さあ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 、戻ってきましたね。ゆっくりとゆっくりと、まあまあ先頭だってもいいかな、最悪ね。ゆっくりとね、進むことが大事なんだね。進むこと大事で、やっぱりでも先頭でなりたくなかった人生だったね。オッケー。はい、なんかいるんだが、何考えてんのこれ。はい、すげえ色してんな。さあドッペル、何考えてるんでしょうか。やっていきましょう。何考えてるの。333、辛いんだよね、肩が凝るんだよね最近幽霊なのにっていうツッコミいらないんだよね。待ってるんだよね多分ね。はい、333なんで、これで多分倒せるかな。オッケー。さあ武器工場のね、雑魚敵もまあまあまあ倒せるレベルですね。はい、聖水か、またアイテム圧迫すんな。落ちていく。はい、行けましたが、あの奥にある水色のは多分敵だよね。そうですね、当たっていきましょう。さあポピンの上位互換でしょうか。はい、ぷよめえば、どんなもんですか。まあ、なんか見た目可愛いけどね。うわー、増殖した、可愛くない。どうしよう。何考えてるのぷよめえばさん。はい、ぷよめえばと、あ、押せなかった下手くそはい、オッケー。こんな時どんな顔すればいいかわからないこっちのセリフや、分裂しやがって。このぷよめえばさえちょっと強い敵でしたが、右と左のとりあえず右回復か。はい、なんかあったりしないですか。ぷよめえば、あ、どっちから行ってもあれか、変わらなかったんかな。違うね、こっち外れですね。ん、違うか、こっちなんもなさそうだから、じゃあ先進むか普通にね。はい、この先進んでいきます。お、スイッチがある。押していいのかな、押していいんですかねこれ。はいはい、はい、めっちゃ跳ね飛んだからここオッケー、先進みますね。あ、鳴ったのお知らせリングね、ここだ、あったー。はい、これ多分ね最後の宝箱じゃないでしょうか。後で確認していきましょうね。ということで武器工場で隠し宝箱多分全部取れたんかな。はい、じゃあクッパはお知らせリングを外しまして、何つけようかね。クッパはあなたを超えたくてはちょっとあれだから、ブッキーの守り、ジャッキーベルト、ブッキーの守り、幽霊勲章、こんなんでいいのかな。セーフティーリングか、セーフティーリングをマリオにつけて、で、あ、ジャッキーベルト、クッパにつけて、こうかな、こう、こうしようか、これでいこうか。セーフティーリング、ジャッキーベルト、幽霊勲章ということで、はい、今回ね、最後までね、クッパ、マロ、マリオでいければいいね。いやー、ピーチの力必要になりそうだけどね。はい、これは、あ、ウルトラハンマー手に入れた。これマリオの最強武器になるのかな。肥満パタコーラとウルトラハンマーは、肥満パタコーラ最強入らない。さあ、この武器工場でね手に入る武器より肥満パタコーラの方が強いということでね、やっぱあれは裏アイテムみたいなもんだったんかな。はい、ジャンプしていきます。慎重に行きましょう、慎重にね、ゆっくりね。人生とネジはねゆっくり行くのがいいんですよ。やっぱり人生と歩みは同じですからね、こうやってゆっくりとゆっくりとね。何を言ってるんでしょうか。はい、ゆっくりゆっくりジャンプ、 OK。 結構重々進んでないか今回。はい、これどこですか。あ、ボスっぽいなんか見えてた今。回復は OK、 フラワーも OK なんで、いやー、じゃあ戦闘するか、行きましょう。はい、何戦になりますか。こんなついたっけ。マリオだ、マリオだ、マリオが来たぞ、ここから追い出せーということで、人気者ですね。はい、見ていきましょうか。メビウス、リンリン、リンリンということで、じゃあリンリン一つから倒していくか、まず。はい、リンリンは一個ずつ独立してんだね。じゃあ右リンリンからいきますね。はい、右リンは何考えてるの。とりあえずじゃあ右リンから見ていこうか。はい、右リンって何でしょうかはい、押せないんだよな、なんかボスに対してな。なんだろうこれ、タイミングの問題かな、やっぱりね。うぇい、結構強いね。1時になりました、氷を降らす時間です。そんな時間ある本当に降ってきた、アイスロック初めていたこれ。はい、ほっ、食らっていく。193 強すぎやしねえか。あと復活ドリンク足りねえなこれ。はい、当てが出たのにもう一個ラッキー。さあ右輪から見ていきたいんですけど、もう一回タイミング合わせていこうか。何考えてるの。押せないな、やっぱりな。なんだろうこれ、
5時はオーロラを見る時間です。オーロラ輝き、やばい、これ寝るんじゃなかったっけ。オーロラ輝きってね、ほっ、あー寝ていく。しかも強くない。そうそう、レッドヨシディキスの出番かな、これ結構強いなこいつね。はい、ね、もうすでになんかピーチ出したい気分なんだけど。オッケー、205、そうだね、雷どっか、あれ、やっと倒した、よかった、あぶねー。復活ドリンクのありがたみ半端ねえな。てかあいつ5コインで全回復とか、やべえな、やべえ武器だな。はい、やべえアイテムでございますが、魔法かな、やっぱり。マラは魔法、ジーノは魔法でいっかな。はい、いや、なんとかこの時計倒すことできましたね。さあ、セーブがあるということは、これ中ボスだったんだね。結構強かったね。はい、時間的には一旦この辺り切りますか。今回ね、武器世界に来まして、なんとかね、この時計、メビウスを倒すことができました。次回このね、トランポリンの続きからやっていきたいと思います。まずね、アイテムを買い直さなきゃいけないね。というわけで、今回ここまでしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらね、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた来週。バイバーイ。